ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、私の友達が2022年に放送されたドラマ金田一少年の事件簿が面白かったって言ってたわ。そうか、面白かったか。何よその反応？いや、トラウマになるようなシーンとかはなかったのか気になっただけだ。え？なんでトラウマになるようなシーンが出るわけよ？金田一少年の事件簿は、過去4世代にわたってドラマ化されているが、怖いシーンがたくさんあり、トラウマになる人が続出したんだぜ。そんなに怖いドラマだったんだ。ああ、特に初代堂本剛さん主演の、金田一少年の事件簿が怖い、トラウマシーンが多いと有名なんだぜ。昔のテレビは今と違って規制も緩かったしね、どんなトラウマシーンがあったのかしら？よし、じゃあ今回は1995年から1997年にかけて放送されていた、初代金田一少年の事件簿のトラウマ回7選を紹介するぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずは最初に紹介するのは、学園七不思議、人事件だ。七不思議は日本の怪談の定番だよね。ああ、この事件は金田一が通う不動高校が舞台で、七不思議になぞらえて事件が起きるという設定なんだぜ。これぞ、ザ学園ミステリーって感じだね。そうだな。それもあってか、原作では最初のエピソードでないにもかかわらず、ドラマ版やアニメ版では記念すべき第1話になっているぜ。第1話から視聴者にトラウマを植え付けたの？ああ、それもオープニングから、不安感を煽るような旋律と七拍の変拍子で、紡ぎ出されるメインテーマ、ザ・ミステリアス・マレッツのイントロとともに、生物室の水溶液の中に、保存されている生首が目を見開くシーンや、人を引きずりながら廊下を歩く放課後の魔術師が映し出されるぜ。つかみバッチリだね。ところで放課後の魔術師って何？この事件に登場する怪人だ。不動高校には、七不思議の七つ目を知った者は、放課後の魔術師に命を奪われるという言い伝えがあるんだ。そしてこの放課後の魔術師は、金田一少年の事件簿の中でもかなりの、トラウマキャラとして有名なんだ。それほどおぞましい怪人なの？ああ、まず原作の放課後の魔術師を見てみよう。歯が異常に多いね。目をひんむいていかにも不気味な印象だわ。これはこれでトラウマになりそうだけど。ではドラマ版の放課後の魔術師を見てみよう。これはミステリー研究会の部長である桜木るい子が、放課後の魔術師によって命を奪われるシーンだ。怖っ、真夜中の学校でこんなの目撃したら、ガチで絶叫もんだわ。これは明るいところでの放課後の魔術師だ。明るいところにいる姿もかなり異様な雰囲気で恐ろしいわ。なんかチープに作った仮面が、むしろ猟奇的な怖さを増幅しているね。だがこの仮面を脱いだ真犯人は、意外に小物という設定なんだぜ。見かけ倒しキャラなんだ。だけど見た目怖すぎ、子供が見たら一人でトイレ行けなくなるレベルだろうね。続いて紹介するのは、首なし村、人事件だ。タイトルからして恐ろしいわね。原作では日高らくり屋敷、人事件、なんだが、ドラマでは名前が変更されているんだ。この事件では解題されたタイトル通り、いっぱいの生首が出てくるぜ。タイトルに嘘偽りなしなのね。金田一とみゆきは、剣持警部に連れられて、首狩り武者の伝説があるとある村にやってきて、事件に巻き込まれることになるんだ。首狩り武者って、これまたストレートな犯人名だね。この事件のトラウマシーンは、金田一の幼馴染みの七瀬みゆきが、首狩り武者に拉致されるところから始まるぜ。みゆきが拉致されたことに気づいた金田一は追走するが、洞窟に入ったところで後ろから襲われ、共に拉致されてしまうんだ。主人公危機一髪だね。そこで首狩り武者は、金田一とみゆきの目の前で、最初の被害者辰巳聖丸の生首を晒すんだぜ。ええー。これはかなりリアルな出来栄えだね。そして視聴者にトラウマを植え付けたのは、次のシーンだ。続いて金田一とみゆきまでもが首狩り武者に、首チョンパされてしまうんだぜ。え？主役とヒロインの命が奪われちゃうの？その後どうやって続けるの？安心しろ、これは意識を失っている最中に金田一が見た悪夢なんだ。だがそのあまりにもリアルな生首は、金田一少年の事件簿の中でも屈指の恐ろしい描写として有名なんだぜ。本当にリアリティが高い生首で怖さが倍増するわ。こんなの今では絶対放送できないだろうね。続いて紹介するのは、怪盗紳士の、陣だ。金田一少年の事件簿には怪盗も出てくるのね。怪盗紳士は美術品と、そのモチーフとなったものも盗むという、ユニークで神出鬼没の怪盗なんだ。
そして怪盗紳士が次のターゲットに定めた肖像画のモデルは、金田一と同級生の泉さくらだったんだぜ。金田一と怪盗紳士の全面対決ね。怪盗紳士は、ドラマ版ではガスマスクのような仮面をかぶっている。また、人の命の奪い方が原作に比べて、めちゃくちゃエグいんだぜ。どんな手段を使ったというの？その方法はナイフで体をめった刺しにしたり、遺体の顔面をぐちゃぐちゃにしたりというものだ。エグすぎ、現代では絶対放送できないレベルだね。そして最大のトラウマシーンは犯人がアイスキックで両目を潰すシーンだぜ。どれだけの怨念を持ってるというのよ。怪盗紳士は恐ろしい怪盗なんだね。どうだろうな。本当に真犯人は怪盗紳士かな？え？犯人は別にいるの？ふふ。真相は実際にドラマを見てみてくれ。続いて紹介するのは、墓場島。人事件だ。ものすごい名前の島ね。絶対お化け出るでしょ。金田一が仲間たちとキャンプに訪れた無人島は、過去に多くの日本兵が命を落とし、その亡霊がさまようと言われている墓場島だったんだ。墓場島で金田一たちはサバゲーに興じていた大学生に出会い、行動を共にすることになったが、その人たちが次々に生き残り兵士によって、命を奪われていくという事件だぜ。兵士というと戦いのプロよね。かなり手強い相手なんじゃないかしら？手強いなんてものじゃないぜ。この事件では現在では放送不可能なレベルの、超残酷で悲惨な方法で人の命を奪うシーンが多数盛り込まれているため、ドラマ版金田一少年の事件簿の中でも、1、2を争うトラウマ回と言われているんだ。例えばどんなシーンがあるの？まず最初にサバイバルチームのメンバー数名が、爆破によってバラバラとなってしまうぜ。あちらこちらに遺体の破片が転がっているね。まさに惨劇だわ。続いて寝袋の上からめった刺しにされて、泡立った赤い体液をゴボゴボ吐き出しながら、絶命するシーンが展開されるぜ。下手なスプラッター映画かおまけだね。さらにその次は同じめった刺しでも、叫び声が周囲に聞こえないように口に詰め物をされた上で、寝袋の上からめった刺しにされる。刺されるたびに足がビクンビクンと痙攣する様子が映し出されるぜ。人思いには絶命することができないなんて、なんて残虐なのかしら。寝てたらお腹刺されるって怖すぎでしょ。このように墓場島は金田一少年の事件簿の中でも、屈指に怖い事件ではあるが、ただ怖いだけでなく、犯人の悲しい過去に泣ける話ではあるんだぜ。恐怖と感動で二度泣ける事件なんだね。続いて紹介するのは雪夜叉伝説。人事件だ。この事件に登場する怪人雪夜叉は、金田一少年の事件簿で最もトラウマを与えた怪人と言っても過言ではないんだぜ。どんな怪人なの？北海道の瀬郡村に昔から伝わる妖怪で、かつて人界に売られた女が化けた姿なんだ。夜叉のお面に着物、登場時には泣き子供を抱えているぜ。これまたおぞましい見た目をしているね。事件の内容は、金田一と刑事の剣持ちは美雪から頼まれて、北海道の瀬郡村でドラマのロケに参加することになる。しかし、ドラマのロケが開始された途端、村の伝説である雪夜叉にロケメンバーの命が奪われるという内容だ。雪夜叉ってこの姿で襲ってくるの？ああ、狂気のナタを持ってな。このお面にナタ。怖すぎでしょ。この事件の一人目の被害者、加納理恵の命を奪うシーンでは、部屋のドアを斧でぶち破り、端まで追い詰めて、斧で頭をすいかわりのようにかち割るぜ。いくら時代が違うとはいえ、よくそんなシーンを放送できたね。しかも頭から赤い液体が吹き出るとこまで、しっかり表現しているぜ。見たくない見たくない、トラウマ確定じゃん。加納理恵が亡くなると、雪夜叉はまた暗い廊下を去っていくんだぜ。当面暗い廊下を一人で歩けなさそうだね。さらに恐ろしいのは、車の窓越しに突如現れる、雪夜叉のシーンだ。このシーンは特に恐ろしいトラウマシーンとして、語り継がれているぜ。もうミステリーじゃなくてホラーじゃん。夜に見る雪夜叉が怖いのは当然だけど、昼間雪の中に出現する雪夜叉は何とも言えない不気味さを誇っているわね。この事件は雪夜叉の恐ろしさもさることながら、一部トリックが現実離れしていることで有名なんだぜ。どんなトリックなの？そうだな、一言で言うと一人じゃ絶対無理、ってトリックだぜ。気になるわ、怖いのを覚悟して見てみようかしら。続いて紹介するのは老人養生。人事件だ。この事件は、長野県日本アルプスの山奥に移築された、ドイツの古城バルト城で行われる、ミステリーナイトツアーで、参加者たちが城の主ミスターレッドラムに次々と命を奪われる内容だぜ。ミスターレッドラム？
どんな怪人なの？ミスターレッドラムはあまり姿を見せることはないが、その恐ろしい声の場内のアナウンスで極限の怖さを出し、子供たちにトラウマを植え付けたぜ。それとこの事件の恐怖ポイントは、参加者たちを模した蝋人形たちだ。よくできているわね。ただ似すぎていて気味が悪いわ。そしてこの事件の最大のトラウマポイントは、二人の被害者、リチャードとアンダーソンの命を奪う手段だ。リチャードは鉄の処女の中に入れられて、命を奪われたんだぜ。鉄の処女？中世ヨーロッパの拷問道具の一種だ。前の扉の内側にトゲがあり、その扉を閉めて、中に入れた人をトゲで刺す仕組みだぜ。聞いただけで痛いわ。そんな方法を映像化したの？ああ、しっかりと視聴者にトラウマを植え付けたぜ。ちなみに鉄の処女の扉についているトゲは、急所には当たらないように設計されているらしいから、すぐになくなることはできないみたいだぜ。きついわー。いっそ人思いに楽にしてほしいよね。最後に紹介するのは金田一少年の、ジンだ。え、まさか主人公の金田一が犯人なの？いや、この事件では真犯人にはめられ、犯人として追われる立場になってしまうんだ。金田一が行く先々で人の命が奪われていくんだぜ。やっぱり推理者は主人公がいないのが一番平和なんだろうね。それを言ったら元も子もないぜ。この事件のトラウマポイントはウサギの着ぐるみだ。ウサギの着ぐるみ？かわいいじゃない。どこがトラウマよ。犯人がウサギの着ぐるみを着て、刃物で女性の命を奪うシーンがあるんだ。そのシーンでは、女性から吹き出した赤い液体がウサギの着ぐるみの顔を赤く染めるんだぜ。なんてスプラッターな描写なのかしら。このウサギの着ぐるみからは想像もつかないわ。だからこそそのギャップで余計に怖さが増すんだろうな。うんうん、ある意味で雪夜叉や放課後の魔術師にも、負けていない仮面だわ。以上、初代金田一少年の事件簿のトラウマ回7000を紹介したぜ。昔のテレビってすごいんだね。こんな内容のドラマを普通にゴールデンで放送していたなんて信じられないわ。初代金田一少年の事件簿は怖いドラマとして有名だが、ミステリーとしても十分楽しめる内容となっているぜ。すごい興味が湧いてきた。今度 DVD 借りて見てみるわ。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。